おはようございます。ティーレッタ回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ですね、ちょっとこの前にツイッターの方で僕のリスナーさんの人にごめんね、僕のね、なんか魔物の使いの絵を描いてほしいなって思って頼んだんですよ。はい、その魔物使いの絵でね、チーム組もうって思ったんですよ。なので描いていただきました。こちらになります。なんだこれかなこんなんかな。あ、まあ日曜試行錯誤でか。とりあえずこんなんだよな。いきましょうか。モーモンスライムスマネマネ登場。うわー、かわいいこれこれ大丈夫ですかね。いやいや、いけんのかこれこれパッと見いける気がしないっちゃしないんですけどね。はい、でもね、ワンチャンあると思うんですよ。 HP ほら互角だし、言うて HP は互角なんでワンチャンはあると思うんですよ。とりあえず、まあこの3体に関してはですね、まあ前日から、撮影のまあ2日前ぐらいからもうね、いただいてたんで、なんだ、スペシャルカードを使うな、君は。なんだっけ、ホロリングだっけ。あー、ほら、もうビアンカの脇が見れるやつだ。まあ2日前ぐらい前から考えてたんで、一応まあね、戦い方とかは弱点は全部見といたんですよ、さすがに。使う以上はね、しっかりやっていかないとね。歌う？しかし聞いていないね。うわ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 、すぐそういうことをする君は。やめて。オッケーオッケーオッケー。マネマネが、マネマネが避けたらね、マネマネちゃんは避けようとしたらね。雨雲なり、避けていきたい。そうしないと炎の人がやばい。痛い、誰か避けて、避けて、避けて。避けないときついよ、これ。行くぜ、ベスリン。さあ、ベスリン。スラバーニング、爆裂、ウォリアー、よし、いいよ。さあ、はぐれちゃんはヒットアンダーウェイ。ヒットアンダーウェイ嫌だね。モーモン行くんだね。あー、モーモン行っちゃうんだ。モーモンの方が弱いのか、打撃に。打撃とか身の守り的に。いい。ちょっと待って、このターンにこんなに。行きまーす、モーシャスゴーですよね。これ成功率が、これ成功率が悪いんだよな、モーシャスは。見たところパッと見向こうに効きやすいやついないんだな、確かに。モシャスがスラバーニング、おらー、よっしゃー、ラッキーラッキー。ベスリンが頑張ってくれます。非常に頑張ってくれる、ベスリン。いいよ、すぐ続き、避けてくれ、避けろ、よっしゃー、そうそう、マネマネちゃんがよく避けた。よし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 。あー、モーモー行くか。モーモーは回数上げてねえからな。 25%20 だっけ、20% で避けるしかないからな。星5なんで、モーモーも回数すごい高いんですよ。このね、パーティーは、多分ベスリンには早々攻撃いかんと思う。あー、でもこんなもんか。さあ行け！行くぜ！モーシャス！ゴー！来た！ゆりかご！ゆりかごか。さあ行け！何か。ゆりかごの歌。いや、でも待って、これ、ダークライさんにしか聞かんだろう。そもそも避けられてんじゃねえかよ。その聞くはずの、ダークランさんにも避けられてんじゃねえか。おいおいおい、バケリモンスター次第だな。あ、でもこっちも大丈夫だな。詰めるしかないですね。詰めましょう。ただ問題はこのターン、うん、僕たちのチームは攻撃できるかっていう話ですよね。スレンベスはまず赤技は貯めるだし、モシャスとかマゴ、あのマネマネちゃんはモシャスじゃないと攻撃すらできないし。あ、いや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 、ちょっと待って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 、ちょっと待って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 、なんかこの辺りで痛恨食らって負けるイメージが今浮かんだんだけど、大丈夫だったけど。いやー、ベスリンに攻撃いったな、意外と。あんま変わんないのか。いけ、頼む、ベスリン。誰もいないぞそこ誰もいなかったぞ。ホラーフェス、ホラーフェスで、なんか驚愕、ホラーフィス。いくぜ、ホラー、ウォーレン、ウォーレン、ウォーレン。ああ勝負あり、頑張ったね。
げえ勝っちゃったみんないいとこあった、今いいとこあったからあいつさあ、問題はですね、こういうパーティーの場合ですよ、相手が。主人公が入ったパーティーの場合、さっきみたいにはいかないんですよ。あ、でも HP が、あ、そうか。相手賢者相性が発動してねえもんな。それは救いか。さあ、もう一戦行きましょう。さっきのはね、若干マグレ説が出てきてるんで、マグレじゃないことを頑張って証明したいと思います。なんだ、スペシャルカード使うの、君は。なんだ、なんだ。あー、はい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 。なるほどね。ドローンオーブ。じゃあこの1ターン目はあんまダメージ出ないのか。お、溜めるから入っていきました、なんと。そういう時に素早さ順に行動しなかった。さあ、テンション上がった。ドローンオーブでね、ダメージが半減されてるからな。イオナズン、やだ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 。そのさ、僕たち回避パーティーなんですよ。そういうことされるとね、ほら、こうなる。あ、でもスライムスがそこそこいったか。いけ!モーモンちゃん。ホラーフェイス、可愛い顔から、あ、怖い!はい!よし!当てた!当てろ当てろ、しっかり当てろ。そうすれば大丈夫だ。呪いの踊り。まあまあまあ。まだ呪いの踊りは大丈夫だと思うけどな。あれね、避けない!痛いって。避けないとね、もう、そう、こういう全体攻撃はしっかり誰か、一人でも避けないときついぞ !OK! よし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 。さあ、行きましょう。必殺モシャス、はい、ゴーもう、モシャスが成功しないことにはね、何一つ、攻撃すらできないからね。うん。いくぞ、バーニング、おい、オッケー、よく当てたね。何かしら、なんだかんだね、このモーモンとスライムベースで会心を出せれば、そこそこの火力が出る。そう、それがでかいですよね。必殺モシャス、はい、ゴーあー、もうこいつほんとほんまマジ使え。だからお前弱キャラなんだよ、一生。お前一生弱キャラでいろ、ほんとに。一生弱キャラでいろ、ほんと。このモシャスには、この、何ていうかな、欠点がすごくありまして、変身できなかった場合、ボタン押しもないんですよ。ボタンを、モシャスが成功して初めて、諦めねえよ。モシャスっていう技が成功して初めて技が打てるんで、勇気がたまんねえし、何より、変身対象が1体なんで、
相手が誰を選ぶか分かんないんですよ。でその相手がモシャスの状態異常を通せば変身できるってことやでね。3体からランダムならよかったのに。ちょいあーあーもうほらもうほらもうこうなっていくやんか。おいマネマネおめえのせいだよ。マネマネお前マジでもうすっかい。いや思えばこのパーティー随分うんぶてんぶだなって思ってんですよ。マネマネはまずモシャスを当てなあかんし、回避率に全て耐えるし、あのちゃんと戦えるやつが2匹なんだよな。もう実質2対3なんだもん。実質こっち2対3でやってんだもん。マネマネもこっちに戦力に来てくれよ。ほらもう、ミラクルマナザス、ちょっと待って、これはやばいか。ミラクルマナザス、やばいな。ベスリンはかかる。やっぱり。ベスリンは絶対かかると思った。ミラクルマナザスはね、誘惑のノリと対応なす存在みたいなもんだからな。まあ、これはしょうがないか。ラリホーを使うな、君は。なんだ、ラリホーを使うな、君は。お前、ベスリンに二度寝。二度寝とか俺かよ。夜勤前の俺みたいなやめてください、本当に。モーモンがよく止まらなかったな。頼むモーモン、お前だけだ。歌う。あまり聞いていないです。あ、ダメか。ほらフェイスでいくか。あー、避けないと、もう避けないとこうなるからね。どうしても回避率パーティーはうんぶてんぶなんですよね。えっ、誰か避けてくれよ。避けてくれ、頼む。避けないと俺たち何もできん。弱体化が痛いんだよね。スラバーニングいきましょう。爆裂ウォレア。よし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 、このバーニングを当ててしっかり。とりあえずモーモンとベスリンはちゃんと戦ってほしい。よっしゃ、3人全員避けました。ここから反撃のし始めるぜ、モシャス。よし、ポイズンリザードかよ。おいおい、ポイズンリザードかよ、この子に呼んで。おいおいおい。何をしてるんだ君は。本当にお前な、本当にマネマネつっかえだな。おい、マネマネなんざロマン枠にしかならんからな。マネマネが完全ロマン枠なんだもん。よし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 、マネマネがロマン枠すぎて戦えない。ホラーフェイス、マドハンドに行った。まあしょうがないよな、マドハンドに行っちゃったら。そうだそうだ。でもう一つの技、マゴマゴなんですけど、これはもう効く相手がね、あんま限られてくんですよ。マゴマゴはもう効く相手と効かない相手がね、分かりやすすぎるんだよ。で、確実にその1体に行くわけじゃねえしな。マネマネの頭悪いしな、ぶっちゃけ言えば。マネマネはその判断力が高いわけじゃねえからな。結構アホな方だからな。よっしゃ、オッケー、しっかり受けていこう。頼むぜ。はい、モシャス。はい、ドン。ですよね。頭が悪いからね、もう一回ポイズンリザードにやってくれば勝ったと思うんだけどね。ちゃんと聞く相手にモシャスを押してくれるかどうかなんで、オッケー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 。もうあとは大丈夫だ。ここまで行けば大丈夫だ。もうだってもう、次ギガスラで勝ちよ。オッケー。いや、あのね、この絵の欠点を一つだけ言いましょう、僕。向こうがね、予測してないね。向こうがこのパーティーに関して予測してなかったのは、うん。モーモンとスライムストはそこそこ戦えるってことっすよね。マネマネがいく弱キャラだろうと、モーモンとスライムストはそこそこ強いっすよ。はい、勝ち。勝負あり。2対3で勝ってんだけど。はい、というわけで今回はね、描いていただいた絵で、絵のモンスターでバトルしました。いやー、こういうの新鮮でいいよね。普段、あの、僕ってやっぱ決めつけてからチーム組んじゃう癖あるんで、やっぱり。そうするとモンスターの偏りとか起こっちゃうんですよ。ダッシュランとかめっちゃ入ってるし。いや、だからこういうね、なんかね、モンスターのリクエストとかマジでね、面白いな。ただ今回はもうマネマネ思えばダメだ。はい、というわけで今回これが終わりたいと思います。お疲れ様でした。